はい、皆さんこんにちは。今日はですね、このずっとやってます限界のタワーマンションの一番最後、終章っていうのは、ね、終わりの章ですね。それでもタワーマンションに住みますかというところがございましてちょっと映らないかな。それについてお話をしたいと思いますね。まあ今までまとめみたいなもんなんですけども、日本人ってね、僕もそうですけど、半世紀前、50年前ですね、私は57歳ですけども、生まれた時って大体、私ぐらいの年齢の人間は木造一戸建ての家なんですね。まあ生まれたのは最近生まれるんですけど、まあ生まれ育ったといいますか、そういう家は大体木造一戸建ての人がほとんどだと思います。そうですね、30歳ぐらいの人だったらマンションで生まれましたとか団地で生まれましたっていう人結構いるかもしれないですけども、僕と同じぐらいの年代で団地で生まれましたっていう人はいないではないですけど、まあ割と少ないんじゃないでしょうかね。で、それまで日本人ってその中高層建築、例えば4階とか5階とか、そういうところ以上の階数に住んだことがなかったんですよ。なぜかっていうと、まあ、日本という国は気候の関係もありますし、地震は来るわ、水害はあるわで、そのガツッとした家作れないんですね。で、作っても暑くて暮らせないんですよ、冷房のない時代っていうのは。だからみんな木造の一戸建てに住んで、夏は涼しくしましょうねって言って、まあ地震が来ても、まあ、木造の方が壊れにくいんですよね、レンガ造とか石造よりも。ところがですね、ヨーロッパっていうのは基本的に地震がない、まあ、イタリア半島とかあるんですけど、まあ、パリとかってほとんどないですね。で、パリの中心部に行くと、アパートがあって、大体こう石造ですね、石で できてます。でもう200年、300年の建物の中、ザラでありまして、日本であれを作ったらどうなるかっていうと、震度5で崩壊します。浅草に6階建てのなんか塔が建ってたらしいんですね、昔々100年ぐらい前に。それが関東大震災で、壊れましたね。がバッとこう倒壊したらしいですね。何人か死んだ、何十人か死んだようですけども。で、ですんでそういう構造の建物って日本ではできない。で、2年ぐらい前に大阪で地震があった時に、学校の、ブロックの塀が壊れて小学校3年生の女の子死んでましたよね。ほんまにアホな話だと思いましたけども、もう親御さんどんだけ悲しいんだでしょうね。あれもまあそのブロックの中にちゃんと柱折れてなかったからバラバラっと転がるんですけど、ブロックはまだね穴開いてますから、そこにこう柱を入れれば壊れにくいんですけど、石像とかレンガ像って言うと石積み上げていくだけですからね。そのガーッと揺れたらそれは壊れますよ。で、ヨーロッパ人ってもうはるか彼方って言いますよ。ローマ時代の集合住宅、4階5階の集合住宅を今でも使ってるっていう話があって、もうそれ2000年やんっていう世界なんですけど、まあ日本じゃありえないですね。で、にわかにですね、日本の庶民もこの50年ぐらいで高いところに住み始めたんですよ。で、日本じゃバカと煙は高いところに登りたがるって言いますけども、もう高いところに住むと見晴らしがいいから、おお、いいじゃんって言って、どんどんその高いところに住むっていうことに対してもう無抵抗というか無邪気なんですね。ヨーロッパ人ってもう長らくそれをやってますから、高いところに住むというのは悪くはないけども、どういうことかってよく知ってるんですね。どうもここは子供を育てるような場所じゃないっていうのを本能的にというか経験的にというかこう得得してるんで、彼らはその中高層階での子育てっていうことに関して非常に懐疑的なんですけども、日本はまだそこの免疫がついてないから、高ければ高いほどいいっていう人がいっぱいいるわけであって、で1997年に建築基準法が改正されてタワーマンションを作りやすくなったんですね。だからタケノコのごとくタワーマンションパカパカパカってきて、そこにうわーいいぞっつって、俺は50階だ俺は60階だっていう、まあまあそういうお考えの方がね、たまさかお金を持ってそれ買えるようになると、わあ買おうぜって住もうぜって住んで、おおやったぜみたいななってるのが今の日本のタワーマンションの現実なんですね。で、ここに大きな落とし穴があります。で、パリの石造りのアパートメントってこの先別に100年後でも200年後でもちゃんとあるんですよ。よほどのことがない限り、人間がこんなのを取り潰そうぜと思って取り潰すはない限り、パリの人たちがこれあれを守っていく限りにおいて200年後でもあるんですけど、日本のタワーマンションははっきり言って100年後にあるかどうか分かりません。
というのは鉄筋コンクリートという建築手法で作ってるんですね。これは非常に丈夫なんですよ。石をこう積み重ねて作るよりも鉄筋ガーンと入れてその周りにコンクリートで固めてるわけでして、非常に頑丈で、日本みたいな地震の多い国でも壊れない、震度7でも中にいる人死なないっていうのが今の建築基準法の新耐震なんですけど、ただこれね、劣化するんですよ。鉄錆びますね。で、コンクリートは中性化していくんですね。で、理論的にはですね、100年ぐらい持つだろうって言われてるんですけど、200年は持たないんですよ。で、100年持たすためにも、もうしょっちゅうですね、これに対してメンテナンスをしなきゃいけないんですよね。コンクリートってひび入って、雨水がこう中に入っていくと中の鉄錆びます。錆びると膨張するんで、膨張するとまたコンクリートを破断してひびをいっぱい入れてさらに劣化が進むっていうんで、コンクリートがこう亀裂が入ったらすぐにそこを埋めなきゃいけないんですね。それをこうずっとやり続けて100年持つだろうと言われてるんです。まあやり続ければ200年持つかもしれない。でも今の日本に200年持った鉄筋コンクリートはないんで、これは言えませんし、私が生きてるうちにそれが理論的にはないですね。達成できないんで何とも言えないですけども、パリの石造りのアパートメントよりも宿命的に早く寿命が来るというのが鉄筋コンクリートで、その多くの人はそれを喜んで35年ローン平気で組んで買って、ここにこう買っちまえばこれでもう一生安楽みたいに、まあ確かに一生安楽かもしれないですけどね、その2生はないですね、3生もないし、相続した子供が困るかもしれないのが日本のタワーマンションで、もう無邪気にね喜んで住んでる場合じゃないよ君たちと私は常に思ってて、この本を書きました。で、長らく続けてきましたが、一応一段落でございまして、次はね2月に出した全てのマンションは廃墟になるっていうのをやってみようかななんて思います。はい、皆さんどうもありがとうございました。